どうもお久しぶりです、ね、お久しぶりです。今回1月ちょっとお休みいただきまして、はい、お久しぶりでございます。久しぶりです。空飛ぶ感激部の時間でございます、はいはい。本日も今日このね感激三昧日本橋店から生放送でお送りしております、はい。なれない、会員ナンバー001の泉です。よろしくお願いします。会員ナンバー002の立花です。よろしくお願いします。で3番の竹野さん、いやー久しぶりなんでね、うん、ちょっと何小話でも毎度バカバカしいそんなどうでした？何やろう ね何があったかやんね最初ってな。そうそう、ですね、うん、何してたのって最近。でもなんかこの2ヶ月でしょ、年明けてからの1ヶ月2ヶ月でしょ、うんね、私めっちゃお芝居してましたよ。あ、そうですか。私めっちゃしてましたわ。そういう、すごいじゃん。もうだって公演とかイベントとかさ入れたら、うん、今でも5本終わってん。あ、そう、今年もう2ヶ月で。そうそうそう、それはどういう関わり方で。台本で言ったら4つ終わってんねん。え、4本も書いたってこと？違う違う、それは全部演出やねんけど。あ、演出で。そう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 、すごいな。なかなか大変だ。もう演出家ですよ。演出家やな。過去の演出家でしょ。でもこの間ねパッと見たら、うんうん、寺町クラブ執行役員で、うん、役員泉さんの秘書の括弧書きがなってて、はい、あれバクダットカフェでもないと思って。バクダットカフェ書いてるやろ。あれ書いてるやっけ。いや、なかったよ。何のやつかは見たんですけど、何のやつか忘れてるけど。それはやばい、ね、それはめっちゃ何のやつか忘れてるけど、めっちゃ細長い女に怒られる。そう、泉広介括弧寺町クラブ執行役員括弧閉じるしかなくて、 あれ泉さんと思って。いや、わかんない。アフタートークのやつかな、なんかの。アフタートークか、紹介で。そう、アフタートークばっしっかりやってるしね。アフタートーク芸人、最近もアフタートーク演劇人。そんな紹介がほんまにそんなばっかりでございます。そんな感じでございます。私は。なるほど、はい、どうやったんですか。僕ですか、はい、僕何してんねやろ、はい、僕はあれですね、うん、4月の正義感に向けて、うん、タークそうですね、タークの正義感に向けてなんやかんやとこまごまとしたことをやっておりますよ。裏手をやってる。裏手もやってます、今回。そうなんです。だからあの実はツイッターに載ってる画像とか、うんうん、役者紹介の画像とか、うんうん、僕がカチャ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 作ってますから。そうなんです。文面も考えて文面も考えたりして。あれ、はずくない、なんか考えるの。はずいねなんか面白いね。立花君が考えた分野と思って読むといい感じ、まあ、僕が考えて高井が手直ししてますけどね、うん、一応目は入ってる、目は入れてもらって、ね、みたいな感じで。一生懸命頑張ってやってますけれども、はいね、はい、高野さんはこの2ヶ月は何をしてあったんですか、年明けてから。映画のクラウドファンディングとか、そうやね、無事終わりまして。終わりました、はい、撮影も、はい、無事まだ終わってないです、ね、全然終わってないです。何割終わったんですか。半分ぐらい、半分超えたぐらいかな。まだ5割なん、半分超えたぐらいかなという、そうか、あれで5割なんや。僕、いや僕もちょっと関わってるんで、うんうんうん、この間も撮影現場見に行かせてもらったりとかして、うんうんうん、でちょっとこうラッシュっていうんですか、あれは、うん、そうですね、途中までの、とかちょいちょい見させていただいてるんですけど、うんうん、あれで半分なの。でもストーリー的にはほぼクライマックスまでは行ってんの。そう、直前まで行ってるんで、うん、でもまだ半分、まあまあ手直しとか、あの撮影自体の手間を考えた半分ぐらいかな、カット数とかが、時間は多分ね、もう多分4分の3ぐらい、はいはいはい、なるほど、はい、でもう人を追い込み、4分の3、5分の3ぐらい、うんその差はいらんけど、今ねなんか、あのこんなことばっかり気になるんで、ね、あ、そうなんや、すごい申し訳ない、それは、うん、今ナイーブな時期なコミュニケーション能力皆無ですよ、映画のことしか考えてないやばい、素晴らしい、クリエイターとして素晴らしい、やばい、クリエイターですよ、社会人としては仕事は大丈夫ですか。仕事は大丈夫ですか。多分大丈夫です大丈夫ですか竹野さん、ちゃんと働いてますかちょっと支部長が苦い顔してる支部長、もう支部長、やばい、支部長怖い、まあ、そんな感じ でございますね、はい、の3人でまたやらせていただくかな、はい、という感じでございますので、はい、よろしくお願いします。今日は、はい、あ、本日、はい、うん、テーマ、テーマ、何でしたっけ、はい、テーマテーマね、こんな感じです最近の。ちょっと切る上げには投げるっていう、そうそうそう、今分かった、分かりました、なるほど、今なんか声を出したかったから上げたけど続きはないって分かったできるだけ無視してください勉強したんで今日はだから、ゆとり世代の、演劇劇団主催女子会です、はい、合ってる、テレコやったかな、属性がいいや、でもいっぱいあるけど、うんうん、まあまあその女子で、まあ、劇団の、まあ、主催やって
たり、うん、作演やってたりとか、うん、なんかいろいろやってる、うん、まあ、役者の人もいたりとか、でまあゆとり世代って言ったら大体年代的には1990何年生まれとかね、うん、いう人やから、うん、まあ今御年言うと、うん、ちょっとええ年ぐらいになるなという感じでございますまあその人たちが今ちょっと1個、うん、この1個乗るか乗らんかみたいな、そうねそうね、だからそこら辺の人たちが何を考えてるんやろうなというのをちょっと今日はいろいろ話していただこうかなと思って、そう、それをのお話すといえばもうこのうさん方しか言えない西日本西日本で言えばこの3人、西日本でもこの3人しかいないという、ね、この3人に喋らせたら大体の演劇主催やってる一人世代の話をどんだけおんねんその枠トーナメントで勝ち上がってる金銀銅が揃ってますからね、分かりました、一人ずつご紹介していきましょう。ほんまや、ちょっとな。それは今日決めるってことですか？そう。マジか。そうだね。そうだね。入りましょうか。ご紹介しましょう。どちらから言いますか？あ、トリーゴ。なるほどね。金メダル候補ですね。はい、じゃあお願いします。どうぞ。はい、あちらの方に。はい。1989年生まれ、平成元年生まれの、片原ステージ主催の加藤春子です。よろしくお願いします。1990年生まれの、平成2年生まれの、メイム主催の永田優香です。よろしくお願いします。89、90、平成元年生まれ無名劇団島原と申します。誕生日がですね、はい、ちょっと私、うん、祝われるの苦手で、人によって全然バラバラな誕生日を言ってまして、なんでやばい、虚言引き、すごい軽い感じで嘘ついちゃう、あ、なるほど、せますけど、あの80、あの平成元年は、なるほど、はい、何日かは言われない、何日か言わない、言われない、はい、言われない、はい、すごいね、じゃあほぼ平成の、そうです、その割れ目の人たち、割れ目なんていうの、あ、平成です、平成、うん、そうです、平成始まってすぐ、はあ、はあ、はあ、そうなんだ、皆さんは劇団をやってらっしゃるということですね、はいはい、主催をやってらっしゃるんですか、うん、皆さん、はい、そうです、はい、そうですか、どんなお芝居をやってらっしゃるんですか、何ですかこれ、それ言うといた方がいいんちゃ う, 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 かうどんな感じのことやってて、今どんなことやってて、昔はこんなんで、これからどんなんでみたいなのを言えたらさ、今回で言えたらいいんちゃう、とりあえずどういうことやってますみたいな、劇団の芝居なんですね、で私は一応旗揚げなんですけど、はいはい、私も一番自分が、まあ、役者で多いのがコメディの役が一番多くて、うん、だから旗揚げ声もコメディ、99% ラブストーリー 1% っていうのを目指して作ってます99% がコメディですね、1% がラブなんですけど、今ちょっと稽古してても、うん、ほぼ100コメディですね、あ、そうなんだ、いいじゃないですか、もう中だけしといたらいいじゃない、いやでもその振りでその振りでチューしても結構やっぱりコメディーになりそうですね、難しいですね、まあこれが今から今度やるんですね、そうですね、ですね、旗揚げということですもんね、はい、ははコメディーの今ディーの、ね、女子の平成生まれのナンバーワン、はい、そうですナンバーワン、わかりましたメイムさんとはですね、はい、うちはオリジナルで私が書き始めたのがここ2年ぐらいなんですけど、うんうん、団体自体は5年目なんですけど、で、まあでもいろいろ書いてて、でもなんか一番多分皆さん知ってはるかなって、その去年ウィングカップでさせてもらった時は SF エンタメを、SF エンタメ、 SF エンタメ書いてました、どんな SF エンタメ、SF っていうか、まあなんかそのバーチャル世界に現実世界がなんかちょっと住めない状態になって、バーチャル世界に生きる人たちがいるけど、実はその世界が同じ時間を繰り返してるみたいな、おお、そう、タイムリープもんみたいなやつです、タイムリープなんか分かんない、同じ世界を繰り返してるって、そうそうですマトリックスみたいな、詳しくは、あ、そうなんですよ、感激三昧さんで今無料配信してますね、わ、すごい無料で、宣伝入れてきた、私の世界を愛してる、わ、1ポイントです
ぽいね。うわ、よかったら見てください。はいはい、わかりました。じゃあ、はい。はい、私たちはですね、はい、まあ、日本の近代文学をモチーフにした作品ちゃんとして突然ちゃんとちょっとリアルな女性の日常まで、まあ、ちょっと幻想的に表現してるんですけど、はい、ちょっと振り幅を大きくあろうと思って、はい、まあ、不条理もやれば、はい、もう私たちなりのエンタメもやるぞみたいな感じで、カラオケめず今ちょっといろんなことに挑戦してる最中なんですけど、模索中みたいなとこでもあるんですよ。次エンタメする予定なんですけど、6月にアイホールで独上理の芝居やったら、もう本当撮影してる竹信さんしか笑ってなかった。あれすごい、それで喜んでた竹信さんだけで、ものすごいゴリゴリの、いやいやいや、わかんない、笑うだけが喜びの表現じゃないですから、わからない。ゴリゴリのことやったり、まあ、結構バリに楽しんでいただけるような作品をしたりとかやってますが、基本暗い作品。なるほどね、はい、じゃあ基本暗い劇ではない、基本暗い劇団の主催、暗い劇をいろんなテイストでやってますっていうこと。それめっちゃ分かりやすい。分かりやすかったし、今のすごい。なるほどね、はい、そんな感じです、はい、っていうお三方なんですね、はい、そうか。なんか悩んでるんですか。分からんけど。どうなんですか。でもね、うんうん、その演劇をやっ て。そうね。だって言ったら、失礼ですけど、平成生まれということは今年で平成が終わる30年ということですよね。うん、やばい。御年的にはちょっと計算できないですけど、まあまあという感じじゃないですか。はいはいはい、まあ、そこら辺はなんか意識されてらっしゃったりするんですか。ゴリゴリします。ゴリゴリ。どういうこと。もうなんかだからもう20分半やから。25分なんで、ちょっと、まあ、周りも年々結婚していくんですよ。それはね、そうでしょうね。年々結婚していくんですけど、うん、その皆さんやっぱこう会社の同僚とか、そういうなんかこう町コン行って出会ったとかあるんですけど、私本当に職場と稽古場の往復しかしてないんですよ、マジで、うん、もう本当に何もなくて、うんうんうん、何一つないんです。いや本当に出会いがないってことですか。本当にないんですよ。あ、そうなんや。何いやいや、NG です。今いい絵が撮れてるやろね。確認をしたり、いや NG かどうかは個人で話して、ね、まあ、最悪こっちにも言ってもらって大丈夫。そうそう、本当に何もないんですよ。何もなくてですね、はいはい、でもこう演劇の人同士ってやっぱこうピリピリしちゃうのかなとも思ったり、うんうん、そのお付き合いとか、そうお付き合いするときにやっぱこうライバル視しちゃうっていうか、こう見ちゃうじゃないですか、うんうん、お互いなんかこう、あ、そうか、そうなんですよ。ははは、やっぱだからバンってこう例えばめちゃめちゃこう相手がすごい人とかやっと、うんうん、悔しいってしゃあないやろなとか、あ、格差が生まれていくと、もうなんであいつだけ言ってんねんみたいなのが生まれちゃうってこと、そうなんですよ、なるなと思って、うんうん、かといって劇団員同士だと、うんうんうん、なんかこじれたうっとしいから、まあね、こじれんかったらええけど、まあ、こじれた時のことをね、ね、NG なんで、それは、うんうん、なので、うん、どうなりしたらいいかも何の術もないですよ。まあでも出会いやろね、スタッフさんとかが、そうですよね、スタッフさんとか、そうね、そうね、そう、ありえるんちゃう、ありえる、ありえる、だからスタッフさんはなんか、まあこれもあるやろうけど、はいはい、ちょっと分野が違うしさ、はい、言ったら、はい、例えばなんやろな、デザイナーさんやったら、うん、役者とデザイナーとちょっと違うしみたいなとこもあるやんか、確かに、うん、なんか理想は、うん、こんなに私で尺取ってる、いいですよ、それはもう取り合ってくれる。それが金メダルや、理想は40以上のおじさまが理想なんですよ、うん、上が好き、上が好き、そうなん、40以上、40以上、ひげ生えてる人どうですか。誰それ、俺しかおれへんと思って、この人おるやん、結婚者、そう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 、40以上の上の方、それはどういう理由があって、なんか昔からやっぱ不正を感じる人に憧れを抱くっていうか、落ち着いた感じ、あ、そうね、落ち着いた、なんか いろいろ苦労されてきたんやろなっていう目尻のシワが好きみたいなところ、なんだそこにキュンと聞かれて、すごい好きなんですよ。ちょっと私ちょっと感覚がやっぱなんか昭和歌謡とか好きやし、ちょっと古いんですよ感覚が、だからちょっとすごいそっちの方が話し合うなと思って、ワンオクロックとか言われてもちょっと、ちょっとワンオク言われたら、そうだね、まあね、ちゃうなみたいな、ああなるほどね、
そんな感じはあるんですか、お二人は。さっきだってあのスタッフさんの食いつきがあったから、あるある。私もあんまり役者さん同士で付き合って、あんま良かった記憶がないんで。あ、あったの。過去にあったんですね。それは大丈夫なんですか。大丈夫。もう言うてるけど。あ、大丈夫です、大丈夫。もう今は付き合いしてないんで。あ、そうですか。いいことがなく、私もいいことがない。いいことがない。すごいな。言い方がすごい。最初はいいでしょ。最初ぐらいはでもさ、そうね、2人最初いいやろ。最初も良くなかったら何で付き合ったんですか。最初はいいですけど、どんないいことがなかったのか教えてもらって。えぐい、1ポイントです。教えてほしい、ちょっと人の方向が違う。趣味お芝居とか共演したりとかする仲とかやったら、なんかそのデートの時とかでもそういう話出されたら嫌やし、プライベートと切り分けて、突然あそこさとか言われて、あのシーンさ、あのシーンさ、いや今そうじゃない、今クレープの方が大事だよ、大事だよ、なるほどな、なんか見に来てダメ出しされても、もう今の段階でそれ言わんといてってなる。あ、なるほどね。そうね、本番見に行った後とかね。あ、そうか、もう関係者じゃない、そのまあ役者じゃない方と付き合って、まあ一般人の方と付き合って、まだ3人ぐらい友達連れてきてくれてよかったよっていうだけが、そうか、一番理想の、理想の彼氏が見に来る時の理想。そうなんです。ああ、でも見に来る、そうそうやね、そうですよね、確かに。あ、そうか、すごいね。いや、いいことなかったんや。永田さんはどうなんですか。私は最近までちょっと大学の演劇サークルからずっと続いてた方と若おおやね。後輩、後輩ですか。後輩、後輩と声が、その話からすごい跳ねますね。いいですね、跳ねてきた。島原選手いいですね。理解があるのはすごい助かるんですよ。そうよね。ただ同じ現場にちょっとお願いして入ってもらった時に、現場でもちょっとそのなんて言ったらいい、恋人じゃないですけど、演出とスタッフやのにちょっとまた違う関係が見えるとする、見えて私はちょっとイラッとしちゃう。え、そこに持ち込むってことですか。そうです、だから持ち込まないでほしい。演出とスタッフで、普通は演出とスタッフの関係でいいのに、演出が永田さん、でスタッフがその彼で、その時にイチャイチャしてこようとする。いやいや、そうだよ。それは絶対あかんやん。オフィスラブの時に給湯室行こうやみたいな、逆に盛り上がるみたいな感じじゃなくて、なんかそのマウンティングみたいなこととかってことかな。ちょっと男性の方がじゃあちょっと引っ張ってるようなカップルやとしたら、演出とスタッフの時にもなんかスタッフの方がちょっとこういうそれ違うんちゃうのみたいなこと言うてくる、空気出すみたいな、そういうことはって思っちゃうタイプなんで。ああ、そう、彼氏感が出てくる。仕事場にちょっとプライベート持ち込まれる。あ、それがってことか。それはどうなんですか、その切り分けられるもんなんですか、皆さんは。皆さん皆さん、私は、なんだろう、こうめっちゃこうめっちゃこうなっちゃうんですけど、めっちゃこうなっちゃうんですけど、あんまりにこうなりすぎるから良くないなと思って、こうちゃうこと考えようとするんですよ。でもまあだからこの座組で相手がいないんで、妄想するっていうか、こう例えばだから泉さんと給湯室行く妄想するとかで、何言うてんの。さっきから何言うてんの。田村さんはどういう感じなんですか、その遍歴というか。遍歴、男性遍歴、男性のそのそれは聞きます。ダメなの。あ、ダメだったら、ダメやったらいいし、言えるレベル、今過去にこういうのがあったよ、同じ現場の方とそういうことはなかったっていうことでいいかな。あ、現場の、あ、そういう役者同士とか演劇人同士でお付き合いしたことはなかったっていうことでいいのかな。いや、それは違います。あんねや。だって今までもう完全にない手で喋ってたやん。私違う。だから僕はそれ認識でいいのかな。違う、それは違います。あ、違う、それは違いますね。それはまあなんかそのあれですよ、こう、うちの劇団の中では禁止なんです。あ、劇団外やったらいい。劇団外、私から客演先に出た時に、
そのまあでもこう本番まではちょっとやっぱあれなんで、うん、本番終わってからご飯行こうよみたいな話感じでから発展するまま、なんか発展する場合も、まあ、多々ありますが、多々ありますが、多々ありますが、ただそうやってなってからまた同じ現場になったこととかはないってこと、はい、その方とですか。そう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 、あ、それはない。あ、そう、はいはいはい、それはもうこじれることもなくってことだよね、まあ、そう、私現場でどうこうっていうのはない、あ、現場でどうこうはないです、絶対、うん、そう、ね、そうですね、本番終わりまでも全くそういうことはないです、終わってからは、まあ、どうなるか知ったことじゃないスパンって知ったことじゃねえよ、知ったことじゃねえよってなるんですけど、はい、さっきの妄想がよくわからなくてこうなってこうなって、給湯室行くっていう、なんか例えばこうやっぱ私年上が好きなんで、泉さんぐらいの年ももう余裕でクリーンヒットなんですよ、はいはい、ですよ37やめて恥ずかしいわ、余裕でクリーンヒットやから、泉さん、はいはいはい、泉さん今日クリーンヒットやなって思ったら、はい、うん、普通にやめてやめて、普通さんといて普通にだからこう、はいはい、なんか、うんうん、あのミーティングとか今日泉さんクリーヒットやったなと思ったら、うんうんうん、妄想したりします。何をするの妄想って、それ中二みたいなこと、なんか中二の昔杉原君っていう男の子がおって、なんかその回みたいなその子がまあちょっとなんだろうな、いわゆるちょっとエッチなビデオみたいなのをいやめっちゃ見るんですよねっていうのをやってたからそれの女の子版なのかなと思った、ね、違う、そういうわけではない、なんか帰りとかもう全然私とも普通に帰るんですけど、うんうんうん、こうみんなでこう、うん、飲み会あって帰った時に、はいはい、もう一杯行くみたいな話ですごいちょっといい感じに誘ってくれた時みたいな、あと泉さんが私あの、うん、泉さんが俺ラッキーもやめてくれ、妄想が大丈夫さ今この番組より欲しい、ちょっと不幸としてるみたいな、大丈夫よ、私会社もあるんですから、いろいろあるんです、結構いろんな執行役員やで、執行役員やで、寺町クラブ、そうですよ、だからこうあのすごいエロい妄想というより、なんかあの私あの萌えポイントが、そう萌えポイントがあるんで、こうなんか泉さんとすごい2人で喋ってて、うん、あごめんみたいな感じの、そう咳払いしたとか、すごい些細なことがかっこいい、下足あったらかっこいいやろなみたいな妄想をするんですよ、全然若干引いてるぐらい。何なんだ、何なんこの女みたいな。ちょっといいなって思ったことを、そういう妄想をするってことですよね。そうそうそう。なんか別にそういう現実にそういうことが起きるわけじゃなくて、泉さんのかっこいい私の萌えポイントの泉さんを想像する。あ、なるほどね。なるほどね。そんなことはあるんですか。そういう妄想をするみたいなことは。この人いいなって思った時にちょっと自分なりに妄想してみるみたいな時間妄想じゃないですけど、私なんか役者とかで恋人役とか夫婦役になると公演期間中マジで相手のこと好きなんです、えー、でも終わったらすっぱり全然ないんですよ。すごい。でも僕もそれ、あ、そう、そう、役者同士、そう、あの、そう、よく言うよね、本番公演、そうね、本番中の、うん、恋愛の気持ちは風やと思ってて、風、あ、病気の方の、そう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 、じゃの方、そうそうそう、2週間ぐらい経ったら忘れるから、うん、あ、それはじゃあちょっと残るってこと、ちょっと残る、微熱は残ってる、微熱はちょっと繰り返してきたし、繰り返すの繰り返さないよ、繰り返さないから、うん、とりあえず今好きなんはもう好きでいいわって、ただ別に何もせんかったら別にね何にもないから、好きになっとこうって、その方が作品にものめり込めるし、いや、なるほどね、のはある、そんな感じ、そんな感じです、えぇ、はい、あ、ちょっと分かれてるんですが、そんなのあるんですか、私もないです、どっちもないってこと、いや私回ってこないです、そういう役が恋人役は全然回ってこないです、ないですね、ないですか、はい、そっか、コメディやってるのもあるのかな、そうですね、コメディ私もそうかもしれないです、うん、夏美ちゃんと一緒で、うんうんうん、コメディやってるんですか私もコメディやってる、暗い、暗いやつ、暗いコメディ、暗いコメディ、暗いコメディをいろんな手法で、暗いやつをやってるんです、違う違う一緒ではないですね、一緒ではないけどですね、私もコメディ、そうです、回ってこないですね、そういう役が恋を回ってきたとしてもないですね、ああ、そう、にはないですよ、なるほど、で、妄想もしない、妄想もしないですね、それ好きになることみたいなのはあんまないんですか、そうですね、そこに
現場に来てないかもしれないです。だからあんまりないかもしれないので、はい、人を好き、人を好きになってたおかしいですけど、まあ、男性と恋仲になりそうみたいなのはあんまりないですね。その現場では。現場ではないです。なんか役とか的にも台本でここで何か面白いことをするとかいう台本が多いんですよ。なんかちょっとかわいそうになって。作家さんちゃんとしてあげて、ちゃんとしてあげて、丸投げやめてください。それを考える時間結構多いです。そうですよね。逆にでもそれをずっとやらされてたら、私も女の子なのよみたいな気持ちはないの？あ、でもたまにはヒロインしてみたいなとはありますけど。うん、ちょっと出てくる、ね、あります。ちょっとそれよくあります。苦手やろなと思います。あ、めっちゃ私もたまにはヒロインやりたい。そう、そうですか。わかります。ヒロインもやりたいし。ヒロインもやりたいし。でも、だからこう、だって私が、うん、ほんま何回も出して申し訳ないですけど、うんうん、泉さんとカップルやってたから、はい、だったら、はいはい、マジで追いかけ回すかもしれないなって今ちょっと思ったんで、うん、なるほどね。そう考えたら永田さんの気持ちも分からない、うん、あ、そうかそうか、はい、その否定派やったけれど、そうですね、そうですね、確かに、うん、え、なんなんこれ女子会や。そうですね、そうか。でもそれが最初の話に戻ると、あなたのあれでしょ、結婚する相手を探せないっていう問題があって、はい、そうそうそう、だから稽古場では絶対ないわけですよ、はい、でありえたから後輩のこと別れたんです。え、なんで別れちゃったの？いろいろありまして言える範囲で、でもなんか言える範囲というか、例えば演劇に関わることなんかとかはちょっと教訓にもなるかもしれへんし、うん、とは思うけど、プライベートのことは別に言えねんけど、でもやっぱりその、まあ、理解があっても、うん、その私今まで年1回ぐらいやったんですよ、作演してやるのが、うん、でそれが去年は4本作演してやって、多いね、突然やで、土日もずっと待って、ごめんまた今度またっていうのが続いて、うん、なるほどね、でもうちょっとみたいな感じで、まあでもこの年になったらやっぱね、結婚とかいろいろ考えなきゃいけないんですけど、親とか周りとかはいつ結婚するのってめっちゃ言ってくるんですよ。私はちょっとそれがうって、まだそんなやりたいことあるし、やりたいことあるし、いやで周りがね結婚めっちゃしてるから、ああやっぱそういう年なんやろなとは思うんですけどね、ってなった時にちょっとなんかこんなままでずっとズルズルいってもなっていう感じで、相手に申し訳ない、そんな感じで考えてはる、そうね、はい、しっかりしてますよ。しっかりしてます。まだしたいくない、まあそうか、できる気がしなくて最近。どういうこと？それは何？その結婚後の生活のこと、それとも結婚自体を？結婚後の生活です。なんか最近、うん、そのまあ、結婚する、うん、お芝居よく見るんですけど、結婚する生活だとか、はいはい、結婚後のなんか家族の、まあ、なんか話だとか、ちょうどこの前、あ、この前っていうか先週末に、ね、劇的ジャンク堂さんと、はいはいはい、あと坂本企画さん見たんですけど、はいはい、ジャンク堂さんは今から結婚するっていう男女の、まあ、話を書いてて、で坂本企画さんはまあ家族の、まあ、ちょっとあの、まあ、介護的な話があって、でなんか、いやなんかそんな自分の人生かけていい相手が見つかる気がしないとはっていうところにたどり着いて、そう、結婚できる人すごいなって思いながら一人で帰って、あのストロングゼロ飲んでて、すごいね、ストロングゼロいいですね。ストロングゼロ、ストロングゼロは全ての悩みを解決してくれる、全ての悩みをストロングゼロが解決してくれる、ストロングゼロ全ての悩み、島谷さんも飲んだらいいストロングゼロ飲もうよ。私でもいつだって席入れるんですけどね。すぐ入れよ。言ってくれたらほんますぐ入れます。すぐ入れます。すぐ入れます。すぐ入れるんです。それな、なん結婚に何を求めて、もう何を求めてるというか。そうね、それやんね。それが多分ちょっと結果があると思うよ。私でも本当にあのこう見えてめちゃくちゃインなんですよ。うん、インインで暗い。暗いね。暗いね。だから本当に。ちょっとでも時間が空くと遊びに行く子とか周りもいっぱいいるし、休みだったら外に出るみたいな子いるんですけど、絶対に家にいるんですよ。で私唯一の趣味が
ホラー映画を見ることいいんだよ、ね、ホラーいいよね。しかもあの B 級 の, あの呪いのビデオシリーズみたいなどうしようもないやつを見て一人で笑うのが笑やばいね笑ばい全然ストロングゼロじゃないやばいんですよ、やばいですよ、うん、だからちょっとあの他人と長く一緒にいれないっていうのもあるんですよ、うん、えあそうなの、うん、正直ストレス一人の時間が欲しいってこと、あそなんかねあの物理的に長いこと入れないんですよ、うん、1日多分一緒にいると体調崩す、うんうん、気持ちで気持ちから気持ちからです、無理使ってしまうかな、なんかそう盛り上げないとと思うんですよ、あ気使ってしまう、相手を盛り上げないとと思ったらすごい空回りしてなんかしんどなってしまうってこと、なっちゃうんですよ、だから結婚してもマンションの隣の部屋とかに住んでくれてたら家賃2倍、平安時代みたいな、それベスト、晩ご飯だけ一緒に食べてまた解散みたいなのが部屋が違う部屋やったらあかんの、壁挟んでおると思うと、うん、あもうストレスない、気使うんですよ、違う家におるって方がいいと、違う家にいたらもう隔ててるじゃないですか、結構分厚い壁を隔ててるんですまあ分厚いわな、それはね、薄い壁やとちょっと不安要素がちょっと高いと、それは多分すごいね、独特だね、そうなんですよ、だからすぐ2番目の女にされるんですよそれはまた別の話、ね、そこをじゃあ深く聞いていきますか、2人目なんです、すごいすごい、なんで分かるんですか2人目って、あ絶対分かりますよ、その1人目が女って分かる、女って思うし、はい、もう言われたりするし、お前2人目やからって、いやもう普通にこの間なんか遊びに行ってさ、うん、1人目と遊びに行ってさ、人目とも言う、最初から2人目な、いやなんか途中から入ってくるの、いやなんか分かんないですよ、分かんない、どこが来てんか分かんないですけど、気づいたらなんかそんな、あ、そんな感じじゃなかったんや彼にとってみたいなことがよくあります、ああそうなんですよ、そうなんですよ、なんかちょっとヘラヘラして盛り上げようと思って、多分宴会用の女みたいになってくるんですよ、だんだん頑張ってれば、そうなんですよ、だなんかせな、なんかせなになっちゃう、だからあんま愛されないですよねあんなにさっきまで楽しかった暗い芝居作る、そうやなすごいね、いやでもいいですよ、それが糧になってるわけですから、糧になって書き流ってますから本当に、そうね、そうか、すごいな、でもそれは大変やな、だって多分結婚するとか、うん、一緒に住むって、うん、要は気を使わなくてもいい人が見つかった時にできることだから、そうだね、一緒に住むってそうだね、もう別にすっぴんでいいやとか、うんうんうん、なんか、うんうん、あぐらかいててもいいやとか、うんうんうん、鼻くそほじててもいいやみたいな、うんうん、いやトイレとかもだから行けないですもんね、こう、あ 気になるから絶対嫌ですよ、絶対行けない、なんか鍵閉めたとしても行けないから、うん、音とかもう絶対どうしようもあかん、えそれは付き合ってる時でもダメ、あ絶対嫌です、絶対嫌、嫌われると思ってしまう、かっこ悪い自分を見せたくない、うん、そうですね、もう絶対に生活習のある自分を見せたくないですよ、あだからどうしてもトイレ行かなあかんってなったら鍵閉めて、かつ、うん、あ絶対開けられたらほんま困るんで、このまま開けるやつ開けるかもしれないじゃないですか、絶対こ そうかでも安心に、えぇ、ー、ガチャガチャガチャ、絶対行くかもしれない、ほんま信用しないで、信用してあげあでもだから自分からでも壁作っちゃうの、うん、作っちゃってるんです、そうだ、ね、それは逆に愛してもらえますかね、あのいやいやなんか今度、ま、ず今度話聞こうか、今度聞こうか、目尻のシワ書いてスーツ着て、そうそう着てなるほどな、そうそうなるほどね、確かに自分も、うん、私は逆なんですよ、あの、うん、何でもできるんですよ、もう付き合ったらトイレできるし、勝手に自分が先にも寝れるし、はい、何でもできる、全部もうさらけ出しちゃう、さらけ出さないと向こうもさらけ出さないだろうなと思って、すごい、めっちゃ自分からオープンにして、はい、オープンにしてこんな私好きになってねみたいな、うんうん、全部好きになってほしいんでやるんですけど、うんうん、そしたら向こうもなんかそういう感じにやってくれるかなと思って、でそこそれでまあ引いたりしたらまあそこまでやなと思うし、あなるほどね、かっこいい、いやいやそうやね、出してくれたらやったねみたいな、あすごいですね、すごい、もう絶対こういう感じやばいやばい、
絶対結婚できるパターン。どっちが金メダル、どっちが金メダル、今もうこうなってでも、まあ、でも損してる部分ももしかしたらあるかもしれない。それで惹かれてるとことかもありますし、うん、そっか、まあまあ逆に言うとね、はい、好き嫌いとかも言うし、うん、言全部結構バンバン言う方、はい、バンバン言うというか、まあ、自由な私を見せてる感じですね。 ある程度気は使わないとこも、気を使うところもあるけど、はい、まあ、大体は自由、うん、お互い自由、うん、いや、すごいやん、理想じゃないの、すごいですわ。私その、うん、別れたって言った彼、うん、彼ね、元彼と、うん、あの学生の頃から、うん、付き合ってたんですけど、うん、学生の時結構ウェイって飲む感じやったんですね。永田さんがこういう永田がウェイって飲むタイプやって、うん、彼氏によく、うん、あのオロロロロってした時のお世話されたっていう、うん、すごいね、もう内面どころかね、吐しゃぶつまでもうなんかあれで汚いものを見せ尽くしたみたいなの、まあ、でもそれはね、そこでちゃんと解放してくれる人やったらね、はい、安心できるよね。でももうなんかだから6年ぐらい付き合ってたんで、はいはい、もうなんか家族みたいな。そうやね、そうやね、うん、逆に多分気を使わなさすぎになっちゃったっていう、うん、おー、そのパターンもあるんですね。当然なるほどね、距離の問題ですね、うん。それを振ったんですか、もう切ったんですか、自分から。私から言いましたけど、でもまあ向こうも薄々、うん、あ、そうだね、お互いにそういう時期が来てっていうか、うん、みたいな感じでした。あ、なるほどね。いや、なんかすごいな、ただのただの恋愛相談一旦ここで休憩してもう一回元戻しますか。ちょっとブレイクしまして、うん、後半はじゃあその劇団の話も、うん、ちょっとお芝居の話も、真面目じゃよ、今も真面目なの、真面目なの、人生の話なの、はいはい、にしましょうか、はいはい、じゃあちょっと一回ブレイク、 CM の間5分ほど休憩します。はい、コマーシャル。男の子そんなセリフ言ったら面白いわーって思う。
っぱいあるなと思ってるんで、あのぜひ道朝が好きな人はぜひ付き合ってください。よろしくお願いします。アーティストユニットイカスケの川村和正です。イカスケの第10回公演ミッドナイトフライハイっていうのをですね、3月の9から11芸術創造会にてやらせていただきます。ぜひぜひ見に来てください。見どころどんな感じなんですかって言われたらですね、本当にいろんなストーリーがありまして、ハイビルの屋上の話と途中の階層の話と地下の話っていうのがぐる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 混ざって、最終的に一つの一本の話になるっていう、すごいまだバタバタしてる話になりますので、よかったらぜひ見に来てください。ミッドナイトフライハイ3月の9から11日です。ノルカソルカステージ、主催の武田和明です。バンディです。はい、ノルカソルカ第3回公演、眠りの精霊が天皇で近くにあります一心寺シアタークラさんにて3月の1、2、3、4全部で6ステージ行われます。 S 席は全て完売しているんですけど、まだまだ一般のチケット発売中なので、ぜひぜひご予約よろしくお願いします。そして見どころは、はい、今回はものすごく王道なボーイミーツガールの作品となっています。ぜひですね、あの少年少女の成長と、巻き込まれていく壮大な陰謀と、そして、2人の主人公2人の恋路の行く末、ご注目ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。まあね、はい、というわけで、はい、島原さんの悩み相談、はい、いやでも語何やろな、語が深いから、語が深いちょっとね、だからどの、だからこの今までの人生遍歴の中で、うんうん、どのタイミングでそういう島原が出来上がっていったのかを僕はちょっと知りたい。確かにね、そこからこう解いていくと、ちょっとずつちょっとずつその鎧は溶けるんかもしれないですね。この辺はまたこれはシリーズものでやっていきたい。シリーズものでだからそれこそ、杉原対島原みたいな。一回ね、頂上決戦やってみたいな。面白いと思いますけどね。そうですね。ワンチャンいけるよって杉原君言ったら、マジですか。なりそうな気がするから、あ、これ、あみたいな。俺も行けますよみたいな。まあ大丈夫ですよ今日は。いそう。いそう。いそう。いざ。ごめんねめっちゃおらんと。そうね。すいません CM 中にちょっといろいろ話して。そうですね。まあでもわかんないですね。そういうちょっと変わってるからこそ演劇をやってるのもあるかもしれないし、うん、そのわだかまりが表現とかって生まれてるかもしれない、ね。まあ、それはそうだ。うん。なんかそのじゃあまあ。それもまたやっていいけど、演劇関係で今度じゃあ悩んでることとかそういうのはあるんですか。です、ね、これからどういう、そうそうそう、団体をどうしていこうとかもあるし、自分の作品はどうしていこうとか、私の役者どうしていこうとか、役者としてどうしていきたいみたいなとか、うん、ありますか。今までこんなんだったんですけど、そうね、そうね、ここから脱却したいみたいなとか、あれば、あれないの。恋愛しかない。そっか、それは大事です。なんでだ、なんでだ。そっちの方が喋りにくいんかな、もしかして。いや、でもなんか30歳がターニングポイントやなっていう気はなんか、うん、まあね、なんかあるね。それはいろいろ、さっき言った結婚も出産もとか、まあ、仕事も体のこともいろいろね、やっぱありますからね。今、まあ、一人でずっとやってるんですけど、一人で台本書いて、あのキャスティングして稽古スケジュール調整していろいろ
書類とかもやってっていうのをやってるんですけど、多分これも30歳超えたらできひんやろなってなんとなく、なんとなくその体力っていうか集中力っていうか、ずっと一人で走り回らなあかんで、逆にそれ以降も続ける癖をつけちゃうと、多分この後続けられへんやろなって思いながら、なるほどね、っていうので自分の中で一回30歳っていう区切りをつけてる、私も一人なんですけど、はたはたステージ一人なんですけど、その仲間を増やそうみたいなのは思わないんですか？いや、なんか一人でずっとやっちゃってて、で特に今言ってしまうと困ってないんですよ。だから できちゃうんだ。できちゃうから困ってないし、一人の方がなんか あれやろうと思ったらすぐ動けるんですよ。そうね、そうね、確かにね。だからそのフットワークの軽さとかあるんで、でもやっぱり欲しいなと思いながら考えつつ、でもなんか今更呼ぶの怖いなと思いながら。なるほど。そうなんです。呼ぶっていうのは一般的にこう公募するとかってことですか？そうです、劇団員募集みたいなするか、もうアタックをかけるから、ね、知り合いからね、アタックしたい人、あこの人になっていう人がいたとかはない？今あ、いましたけどちゃんとアタックしたことはないですね。怖いですね、それで言って断れたら。そうなんですよ告白みたいな、あでもそれはそうだね、そうなんですよ、でもなかなか勇気が出ず、加藤さんは加藤春ステージ増やそうという感じですか？私はないですね。ないんだ、うん、はい、私もなくて、でもなんか私はなんというか助けてくれる方がたくさんいてるからやろうと思ったんですよ。ああ逆に一人で、だからまあ一人でも大丈夫だなっていうのは今さっき劇団としてというか、無名劇団さん、まあ、いっぱいいるからね。いっぱいいるの？いっぱいいます。まあいっぱいいます。いっぱいいます。くっそ熱い話をすると、前も言ったかな、私の母が高校演劇部の顧問で、で母が立ち上げた劇団なんですよ、言ったら。だからすごい長いんですよ。長いんですよ、もともと長い歴史がありまして、でまあ一回休団を挟んで、まあ、5年間あって再復活したんですけど、まあ私はまあちょっとやんちゃだった時期もありまして、やんちゃ、いやちょっとやんちゃった時期がやんちゃった時期がどうやんちゃ、いろんなやんちゃパターン、それはどれもが面白そうやんちゃった時代、どこのパターンでやんちゃやねんと思って、まあいいや、その時あったんですけど、その母に、母がこうまあうちの劇団制作で入ってて、で母がまあちょっと復活した時に、まあ、なんかもう一回芝居できると思わなかったっていうのをポロッと言ったんですよ。だから私は次芝居始めた時に母のためにやろうと思って、で母のために私はこう劇団復活して3年で絶対ブレイクアレック行ってやると思ったし、絶対勝ってやると思って賞レースに参加し続けて、まあ、今にいたんですけど、あすごい、ね、この果ての目標がちょっと分かんないですね。その先に何があるのかっていうのが分かんない。最初の目標としてたものがもう通過点というになってしまったというか、なんかその私やっぱこう大きい目標って立てれなくて、その3年先の目標ずつで立てたりするんですけど、うちの劇団に泉寛生っていうすごいアホが言うんですけど、まあ独特のね感覚を持った方ですね、彼がいきなり何を思ったか、劇団の最終ゴールはどこなんですかっていうライン送ってきたんですよ。いやでもしっかりしてる感じするけどね、それ送ってきたんですよ。で私は3年おきの目標はあると、でも最終どうなりたいっていう漠然とした目標は私にはないから、それは答えることができませんっていう話をしたんですよ。でかつちょっともう私のやっぱ代表ってそうだと思うんですけど、抱えてる仕事が多いんですよ、まあまあそうね、そう皆さんは、まあ、演出、私演出して役者して、まあ、フライヤーデザインしたりとか、いろいろ仕事があるんですよ。で泉はあいつ何してるのかなと思ったら役者しかしないんですよ。
まあそうだね。そうだねっていうか。いや他やってないの？唯一、うん、あの動画編集をしてくれて頼んだんですよ。あの企画動画を、うん、まあ、週一で更新しろって言ったんですけど、うん、してないんですよ。ああね、劇団のあるあるやね。そうだね。やってないんですよ。あるある。でやってない。あるある。でまあその辺もイラついて、はいはい、ちょっと私にしかできない仕事が多すぎると。だからちょっと雑務を拾ってくれたら、うん、もうちょっと私はちょっとクリーンな視野でいろいろ先のことを考えれるようになるんだけど、はいはいはい、っていう話をしたんですよ。うんうんうん、なら普通、うん、あのじゃあ僕何々撮りますわみたいな話をするじゃないですか。まあね、じゃなくて、うん、何返ってくるのかなと思ったら一回立ち止まったらどうすかってきたんですよ。え、お前何言ってんのと思って。ちょっとカッコつけた。いや怖い怖い怖いと思って。もうクソ切れたラインめっちゃ長いの。クソ食ってたんですよ。すいませんでしたって。かわいいな。っていうやり取りがたまにあって。そっか。そうなんです。そうなんです。動画どうなってるんですかみたいな。その前にお前。その前に動画撮ったのどうなってるんですか。やることやってから言う。やることやってから言ってくださいっって。めっちゃくちゃ長いと思って。だからやっぱその仕事の分担っていうのが結構キーワードな感じだね。そうすると、ね、やることが多いからどうしようみたいなのがあって、まあ、助けてくれるもあるやろうけど、はい、まあ、自分でこの気力体力が持つのかどうかみたいなところっていうのの分岐点が今さ、まあ、ちょっとあなたの場合ちょっと遅れますいやでもすごいお一人でようやってはるなと思って。そうよね、今の話聞いたらね。そうそう本当に本当に。もうだから年一スパンじゃないとできなくて、それでもうずっと年に1回っていう風に決めて、でもそれ以上やっちゃうとちょっと本当に追いつかなくなっちゃって、うん、去年そのまあ年4本作演やったっていうのが、うん、まあ短編とかもいろいろ含めたりはしたんですけど、結構やっぱり自分でもしんどくて、うん、でそのまあメグの公演自体がこの前11月に終わったんですけど、もうそれ終わったらちょっとしばらく何もせんとこうって思って今、うん、まあ、あの今何もしなくてただの感激おばさんになってるんですけど、うん、まあ自分で決めてね、そうインプットもせんなあかんから言うと、ね、うん、疲れちゃったとかではないんですか。いやでも終わった直後はもうやりたくないってちょっと思っちゃう、もうモチベーションがどうしても下がっちゃって、ね、ただその終わった段階であの次スペドラネクストさんに参加させていただくんですけど、もうそれ SDN の SDN の参加決まってたんで、まあ、ちょっとそれに向けて頑張っていこうと思うっていうので、まあ、今もうそこだけ決めて一生懸命動いてる感じです。だから元の年一スパンにちょっと戻していこうっていう、長く続けるために。そうね、リズムとかもあるからね、別にめっちゃいっぱいっていうのもいいと思うけど、年1回大事にやるっていうのもいいやろうし、それはいろいろ続けるのか、うん、それで飯食うためにグワッとやって上がるのかみたいなところも劇団のスタンスとしてね、あるやろうし、難しいね、そこら辺が。結構一回なんか男性陣3人でこんな話をした時もあったんだけど、うん、そこは男性陣は割となんかどうやったら売れるんですか、どうやったら金入るんですかっていうようなノリが多かったのかな、まあ、その時はそういう回やったっていうのもあったんだけど、もちろんねあったんだけど、それとちょっと今ふっとフラッシュバックしたんだけど、なんかお三人の場合は結構自分がやりたい表現を自分がどう長く続けられるのかであるとか、なんかそこに悩んでらっしゃるのかなというふうにお見受けいたしました。30になったらやめちゃうんですか、お芝居。やめないとは思いますけど。そっか、さっきの話でだから気力体力があれ、そうそうそう、あれがあれしてもうたらあれになるで。なんかいや、もしかしたら30になったら、もしかしたら結婚して子供産んでるかもしれへんしとか。なるほどね。そう、やっぱそういうとこを考えるとあんまりそこをやっぱり子供は欲しいんで、なるほど、っていうのを考えるとやっぱね、まあ、育児とかの体力を考えるとその辺やなと思ったりとか、まあ、あとはそこを超えたらもうちゃんと劇団化しようかなって考えたりとかっていうようなターニングポイントかなっていう。私がよく出させてもらってる劇団さんの女優さんで、なんかまあそれを見てるからっていうのもあるんですけど、妊娠6ヶ月まで舞台立ってて、すごい、赤ちゃん産んで4ヶ月の子は稽古場にいたんですよ。えっていう劇団さんだったんで、それぐらいできるなって自分も思っちゃって。軽いね。いや、いらっしゃるけど、よくあるけどあれやけど、できるわと思って、私も子供もできるわと思ってます。結構、なるほど。いやでもそこは結構キーワードというか、子供を産みたいどうなのかとか、子供を産んでも芝居を続けたいのかどうかっていうのは、
その子供を産んだらもうちょっとやめとこうか。わかんないです。なんかそこまでまだ考えれてないです、ね、なんかもう今はとりあえず目の前のことっていうか、まあその団体としてまずそんなに認知度高くないと思ってるんですよ私は、うんうんうん、なんでまずはそこを高めて、まあ、例えばそのちょっと休止しますってなってもまた待っててもらえるようにしたいとか、なんか、あー、なるほどね。一人でやってるから余計にそういうのがあるかも。だから客演とか、だからあどこどこの劇団さん、ただ無名劇団さんやったらね、客演さんいっぱい出てはっても、あ無名劇団さんの方出てはるわとか、うん、っていうので団体として覚えてもらえたりとかあるんですけど、私がなかなかその一人なんで自分で打っていくしかないですよね今。うん、私の顔で打っていくしかないんで、ね、ね、うん、なんかいやでも子供産んでも続けたいなとは思いますけど、やっぱそのサポートしてくれる人がやっぱりいないとと思う、ね、環境次第でしょうね。そうね、だからどんな演劇との付き合い方をするかで全然変わってくれるし、それこそ旦那さんが見てくれる人なのか見てくれない人なのかとか、自分の親、旦那さんの親が見てくれるのか見てくれないのかとか、経済的に預けれるのかとか、もうそこのポイントも出てくるからね。で稽古場に連れて行ってもいいような稽古場なのか、それとも嫌がる稽古場なのかとか、いろんな状況で人それぞれ多分変わってくるとは思うんですよね。うん、だってもう子供暴れ回ってる、3、4人子供暴れ回ってるとことかもあるし、すごい。まあ、でもなんか そういうところはちょっと共同生活感も出してたりするとこもあるけどね、うん、なんか誰々がなんか今本番の時は他の人、うん、ギリラの他の人たちがちょっとじゃあ預かろうかみたいな、お互い分かってるからみたいな、そういうなんか団結するっていうのは一つ手かもしれないですよね、うん、まあ、コミュニティとしてね作ってしまえば協力し合えるので、うんうん、なかなか難しいけどね、そうやって出会うのもありやけど、いやめっちゃいい話してんねこれ。まあ、まずね相手を探さないといけないです。分かれたかった。せやね、せやね、せやね、そっからどこで探す、ナチコンとか一人だけトーンがガチャ。でもどこで探すか、でも二人はだって違うんでしょ、あなたはだからもう基本稽古場ではない感じですよね、でも稽古場でもありなのかもしれないことはあったわけですよね。でもなんかもうあの付き合ってる人は同じ座組には呼ばないでおこうという決意をしました。あ、じゃあ、そちら、じゃあもう何人とも稽古場はなくなってくるわけですよ。なくなってくる、なくなってくる。そういうこと。それ以外はどう待ち込んですよ。もう待ち、そう稽古場なかったら待ち込むしかない。でもそうですよね。そう仕事と稽古とってなって、はいはい、うんうん、出会いがはなくなるもんですからね。いやでもなんやろな、ファンとか。すごいとこ行きましたね。すごいとこ行きましたね。ファン、ファン、ファン、どうですか。ファンはどうですか。あの結婚されてる方が多いですよね。でもやっぱあのすでにね、また2番目になっちゃう。2番目になっちゃうこれやっぱ文学作品が好きなおじさまとかがやっぱフォローしてくれはったりするんですけど、やっぱ皆さんこうご結婚されてるダンディの方ばかりの、そうロックファンとかみたいにはならないですよ。そのもっとね、ならない。そうならない。ないなない、そういう感じじゃないです。そういう売り出し方もしない。バーとか行けばいいんですかね。まあでもまあそういう一般的な付き合いでいうとやっぱそのバーであったりとか、そのマチコンとは言わんけど、今はなんか昔ほどその出会い系とかもそんな黒い感じじゃないじゃないか、割とライトな感じもあったりするし、あともちろん職場とかじゃないの、そうすると今度は、うん、職場関係の得意先の方とちょっと今度ご飯でも行きましょうかとか、得意先の人、うん、まあまあそういうのはあるから、ね、自分の会社の会社は会社の中やとややこしくなるから、全然全然何でも考えてくれ、全然何でも言えるぞ、もうええ年になってきたから何でも言えるええ年になってきたら言えるよ、はいはい、逆に言われる、まあ、だから会社の中やとちょっと先みたいな話があるから、うん、まあ、そういう得意先の人とかとっていう給湯室のオフィスラブがあるからね、そうっていうのもあるけど、まあ、そういうのは考えないですか、あんまり。それがいいなとかなるか、そういうわけでもない、考えたりはする。え、なんで俺一人で何言ってるのこれ。でも一回行ってみるのはありかも。行ったりすんの。
あ、行かないですよ。だから本当に私あのあんま人とそうやね、そっか、そうやな、取れないですよ。ビデオ見なあかんもん、ね、ビデオ見な金曜日の夜はオカルトフライデー何なの、プレミアムじゃない、違ったら違う、本当にやってるんですよ。オカルトフライデーっていうケーブルテレビでずっとやってるんですよ。あ、そうなんだ、ほんまにあんねや、ほんまあるんすよ、あるんや、絶対見ないと、そういうこと、絶対見ないと、絶対見ないとダメなのか、金曜夜は無理や、金曜無理やったらもう無理じゃないですか、いや、金曜ライデーが多分無理じゃないですか、土曜日もあります、土曜日はあるよ、土曜日は稽古してるんですよ、金曜しかない、土曜日の稽古はやめといたら、土昼にしといて、土昼にしたらいいです、どう考えてもオカルトフライデーをやめたらいいよ、いやいや、それは彼女のアイデンティティ、本当に仕方ない、でもオカルトフライデーはどこがしといたらいいの、オカルトフライデー、本当になんかそう、オカルトイベントとかないの、あ、そうですね、共通の趣味、あ、でもそう、いや、それは言ってるんですよ、母にもそれを言ってるんですよ、オカルトイベントで出会った人では誰ですかと、めっちゃキモいからやめろって言われてあ、お母さんから言ったよ、母からの NG、お母さん二人で見られたら困る、ね、んこれ以上仲間を作られたらほんまにキモいからやめてって言って、お母さんはオカルトは嫌いなんですか、あ、嫌いです、あ、嫌いなんですけど、まあ、でも私のために取っといてくれたりします、あー、そう、ゴールデンタイムにやってて私稽古とか行ってて見れてなかったら母がこう取っといてくれたりします、一緒に見たりするんですか、絶対見ないです絶対見ない、でなんかもうあのでもあの取っててもこう何回も味わえたりとかあるじゃないですか、一、はいはい、回だけじゃなくて、はい、でもなんかこう一回見ても既読みたいな感じになってたら消すやりするんですよ、うん、母が喧嘩して、うん、なんで消したんや、あと3回ぐらいいけるのに、なんかもうなんか取り憑かれてるんじゃないですか、そなんかでも共通の趣味はまあいいかもね、いいかもね、うん、そんなのあるんですか、今日趣味こうオカルトみたいな感じでなんかこんな好きみたいな、私ゲームが、ゲームあーあーそれはなんかいけそうな気がします、ね、対戦とかもできるし、ね、対戦じゃなくてね、うんうん、最近ずっと一人でやってる、うん、あれ一人ここにも一人いた、あれ恋愛シミュレーションゲーム的な、いや、まあ、やってないんですよ、あでも高校の時よくやってました、昔はよくやってた、男の人はこうなんかアイドルみたいなのが出てくるやつ、アンジェリークとか、アンジェリークなんとか王子様みたいな、懐かしいな、僕らの世界は歌のプリンス、歌のプリンスね、はい、とかね、いや最近はあのスイッチ の, あのゼノブレイド2っていう RPG をやってます、うん、面白い、やってる面白い、ヒールそうやね、クリアした、クリアしめっちゃ戦うやつ、最後大号泣してエンディングを迎え、あ、でそれのアップデートがまた明日あるからそれを楽しみにし、ね、いやすごいやん、掘ったら出てくるもんやね、延々仲間強くしてる、そうですね、それはだから今やからさ、みんな一緒にできるんじゃないの、なんかえそういうの、だからそういう会話はできるよね、どこまでやったとか誰をどうしたみたいな、一緒には冒険はできへんの、一緒に冒険できないの、一人用なんで、あ、そうなの、人ゼの行こうぜみたいな、人ゼの行こうぜがないないんだ、人ゼのないの、じゃあでもそれは一緒にこうこないだどこまで行ったとかいう人がいたらいいかもしれない、あ、そういう友達は結構いるんですよ、なんかあのおすすめのゲーム紹介してくれるみたいな、あ、そういう人とそういう関係にはならないですか、ならないですね、情報がすごい何のためにこの会話をこうしてんねん、違いました、加藤さんはあるんですか、趣味は、なんか趣味は、はい、あでもお笑い鑑賞、あでも多分男性と会うのは、うん、多分美味しいものを食べるっていう、あ、一番いいやん、やっぱ1位やん、オカルトゲーム、やばいよ、ね、グルメ層がね、どんどん分母がどんどん下がる分母がすごいのすごいやん、そうやね、美味しいもんあるからちょっと行かへんって手軽に誘えるしね、すごい、あそこ、はい、そう、美味しいものとか、いや私本当にあのどこ行くって聞かれて何も出てこいからラーメンしか出てこないから食べたらすぐ買いそうやから切ないな、切ない、あちょっと教えてください、美味しいお店、美味しいお店、全然そうね、それでちょっと学んで、そう美味しいお酒飲むのが好きです、あそれもいけてるやん、それもいいですよ、ストロングゼロストロングゼロだけではなくね
何を飲むんですかそれは。日本酒。ああいいですよね、ね、日本酒美味しいのお店行けないそうですね、あそこちょっと変わった置いてあるよみたいな、ね、そうそうです、ね、そう、うん、魚が出てきて、ね、一人で立ち飲み行ってちょっと開拓したりねやそれはちょっとね危ないライン、危ないライン、それはちょっとレッドライン来てますなんかあのそこのお店の人とかあの他に来てるお客さんとかとちょっと話して盛り上がって、うん、そうだった逆にかも、すごい、まあ、いいよね、それ飲んだら話せるみたいな、独特の空気になりますしね、カウンター座ったりしてね、そうね、下原さんどうしよう、ご飯はご飯はラーメンですね、お酒はどうですか、お酒は、はい、あれですね、あの、うん、月曜日にここの感激三昧の、うん、あの、うん、あの、はい、この間ね、カンフェスの、はい、飲みましたんですけど、はいはい、あの結構飲むとめんどくさいというかこう酔うとめんどくさいタイプなんですよ、あ、はい、いやでもまあ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 それが可愛いみたいな、言いましたっけ、スペドラのあれやらかしてまして、はい、やらかしますね何すっごい興味深いやらかしないですか、ね、やらかしたんですよ、スペドラの、クロージングパーティーみたいなのあったんですよ、去年ね、で去年会って、まあ、あの先輩らに挨拶して回るなと思ったんですよ、下やからでして回ったら、まあ、飲みや飲みやみたいなの、まあ、繰り返したら途中から記憶なかった記憶なかったんですけど、あの劇団員に聞くところによる と, あ と, あとあの月曜劇団の上原ひろさんにガンから店タメ口でいやまたすごいとこ行きましたねまたその相手も結構めんどくさいタイプ、ガンから三好のどこの劇団どこの劇団ってずっと聞いてたんですよ同じような名前してるのになぁ、ね、上映と月曜日このステージタイガーってまず嘘をつかれた言いそう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 ステージタイガーステージタイガーっていう話してて、それですごい私の中では和やかな空気やったんですけど、あのみんなで写真撮影撮ろうってなった時に、うんうん、あのヒロさんにしながらーめーってめっちゃ怒鳴られたのだけ覚えてるんですよそれは多分怒鳴り芸や、ね、それは怒鳴り芸やけど、その後に下原調子乗ってたなってこっそり聞いてたけどでもあの人はああいう芸風や、芸風って言ったらあれやけど、なんか別のそのね、あの女性の役者さんがヒロさんと二人でご飯食べに行かれたそうで、その時にあの、うん、シャマルちゃん気にしてたよっていうのを言ってくれたんですよ、シャマルちゃん気にしてたよ、なんかヒロさんのこと気にしてたでって言ったら、うんうん、あいつの話せんといてくれってめっちゃ怒ってんじゃん、まあ、そっから会ってないんですよ、あ、そうなの、はい、また一回じゃあちょっと飲んでる時に会わなくてね、一緒に飲みに行ったらいいじゃん、ヒロさんと一緒に飲みに行ったらいいじゃん、ヒロさんと飲みに行ったらいいですか、気合いますかね、ヒロさんと会うと思う、ほんまは寂しがりやヒロさんもうだいぶ鎧を着てるタイプ、あんま言わん方がええめっちゃ優しい人や、ほんまは、ほんまはせえ、怖い人ではない、でもキャラクターとしてそれを売ってるのがもう身についてる部分もあるのよ、いつの間にかね、そうそうそう、殴り芸みたいなのもあったからいい、それやったらいいんですけど、ピースピット出た時どんだけ助けられるか、そうか、そうやな、そうやね、よりどころやったもん、結構ヒロさんが、あの人も新さん舐めてはる人やから、うん、結構現場苦労してはった人やから、まあまあいろいろあるんやけど、ちょっと DM 送っていいですかね、ヒロさん、いいよ、いや俺も飛ぶと思うよ、めっちゃ、ね、お前でもお前のつまらんから見に行かへんみたいなのを返されると思うんだけどでもそれはヒロさんの愛、そう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 、でもヒロさんのこと私フォローしたんですよ、フォローするねって多分その時のテンションでフォローして、うん、次にヒロさんのこと私フォローしてるわと思ってヒロさんのとこ飛んだら、うん、フォローされたくないやつにフォローされたって感じなんですよやばい、やばい、やばい、でもそれはピンチはチャンスってことだよね、めっちゃ甘ったそれを放置することの方がよくない、よくないですか、一回会ってあの時すいませんでしたとか一言言うだけでもだいぶ違うと思うよ、言った方がいい、わかりました、一年寝かしてるんでちょっといいだいぶ熟成されてるから、ね、熟成してるんでちょっといいぐらい、そうですね、ええ、すごいな、だからそれはそうやっていただいてということで、はいはい、一つ悩みは今回解決できたから、ね、まあいいのかな、新たな出会いが始まるのかな、そうですね、もう40超えてますしね、じゃあちゃうちゃう40ちゃうか、40ね、2つ上やから40、今年40やで、来年の2月9日で40や、うん、そうそうそう、来年行ったら40、わかりました
っちゃおもろいけどな、ね、2人並んでたら何やこのギクシャクしてコミュニケーション取れてんのかみたいな。来年ぐらいでも意外とハマるかもしれない、うん、年賀状で入籍しましたそうめっちゃ B 級ホラー面白いけどね、いいですね。なとこですかね。なとこですかね。こんな感じで大丈夫ですか。はい、一応ね、お時間的にはぼちぼちという感じではございますけども、ね、面白いね。面白かったけど、こんなんでよかったの。これ一応あなたの持ち込み企画。すいません、なんか私のこじれたね。でもまあまあ3人の人となりはすごい見えた感じがするので。そうね、やっぱ それは多分ちょっと暗いお芝居見に行こうとはなってますよ。なってます、一部の人、うんうん、あの人がどんなお芝居書くんやろ興味って、うん、それはもうお三方そうだと思いますよ、うん、それはいいんじゃないですか爪痕は残しましょう、ね、自分にもついてますけどまあまあまあ傷だらけでそんな感じなんですね。じゃあちょっと それこそ今回持ち込んだ、はい、一番のとこでしょ、はい、こっからが一番のとこです。こっからをちょっと長めにやった方がいいんじゃないよと思ってね、はい、企画的にはね。そうです、今回はだからこういう3人で揃えたんですけど、でちょっと、この2人が同じような題材をお芝居にするというのがあったんで、まあなんか一回ちょっとなんかできませんかね、うん、でまあ同年代でって永田さんもいるしっていう感じになったんですけど、 それのじゃあちょっと宣伝というかどんなものなのか教えていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、あ、いいですか。大丈夫、ぜひぜひそれをやりにいくはずやからあ、いいですか、ここでいいですか。あ、私が初めて旗揚げ公演をします、カタールステージの贋作お気に召すままという作品をいたします。はい、こちらシェイクスピアが、書きました、お気に召すままという作品を贋作にいたしまして、現代版で書き直したってことですか。そうですね、書き直してテーマとか設定だけを残してる感じをやってます。で、まあ贋作を気に召すままって喜劇なんですけれども、すごいざっくり話すと、男の人4人出てきて、女の人4人出てきて、最終的に4組のカップルができるっていう、ただまあざっくり言うとただそれだけの話を、まあ、その間にね結構いろいろどうなってと、割と元の原作もドタバタしたというかね、そういう作品なので、何でもありというか、うん、一気に何でもありなんで、まあ、それをやります。コメディ 99% ラブストーリー 1% で上映いたしますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。あ、これもうガッツリ宣伝してもいい。もう全然してもらえる全然してください。だから魅力をもっとアピールしていってもらったら、はいはい、はい、あ、こちら、ジルソンのブラックボックスでやりまして、そうです、結構キャストさんたちが豪華でして、はい、外箱町の看板女優の南園道奈さんが来てくださったりとか、まあ、同じく劇団外箱町の泉さん、あと、まあ、後藤慶太さんとか、あとよく出られてるんですよ、劇団暇だけど素敵の小出大樹さん、とあと劇団暇だけど素敵の井上紀穂さん、あと元 OSK のトップの娘役をされてた若木志穂さんも、すごいですね、若木志穂さんが出るっていうのが、私がこの10年ぐらいで出させてもらったお芝居でもうすごい人ばっかりを呼んで、来た感じになります。もうなんかもうみんないい役者さんばっかりで、キャストもや、スタッフもすごいいい方ばっかりなんで、ぜひ見に来ていただけたらなと思ってます。で、3月の23日から25日、もう梅さんと全く被ってるんですけど、そうなんだ、はい、どんかぶりなんですね、はい、どんかぶりなんです。3月23から25、公演やってます。毎回日替わりゲストさんもいらっしゃいますので、おうおうおう、ぜひツイッターとかもチェックしていただけたらなと思ってます。前売りが2800円の、当日が3000円、学生割引が2300円になってます。あとちょっと予告チラシ割引というのがございましてですね、これをこの本チラシを出す前に、仮チラシという形で予告チラシを第4弾まで出させてもらったんですよ。もう出してるのね。もう出して、いろんなところに出回ったりとか、まあ置きチラシでまだ残ってたりするかもしれないですけど、それが一応少女漫画形式になってまして、うん、まあ、第3弾までちょっとストーリーで少女漫画というかコメディ調の少女漫画が連載されてて、まあ、第4弾はキャストの紹介になってるんですけど、それうち3パターンを集めていただいてる方には300円引きプラスプレゼント、それ持ってくるだけで、はい、持ってきていただけたら
ってますので、ぜひまだどっかにあるかもしれないですね。そうね、それこそ感激三昧とかやったらそこチラシ入ってるかもしれない。そうですね、あるかもしれないですし、ちょっと今までもらったなんかパンフレットの折り込みとか探していただいたら、もしかしたら、そうね、そうか、そう、劇場とかも置いてあるからね、はい、うん、お世話でぜひ集めてみてください、はい、うん、こんな感じで、はい、はい、よくできました、はい、ぜひぜひ、はい、で同日にやられるんですね、あ、ちょっと待って待って、じゃあ分かりました、なんかつなごっか、永田さんなんかつなごっか、はい、もだいぶ先になっちゃうから、でもそれも一応言うといた方がいいんかな、あ、ね、あれ、うん、あれ持ってきた、まあ、ちょっと取ってきました、取ってきた、え、ちゃうちゃう、あなたあれはないの、それはあるんですね、永田さん、じゃあさっき永田さんの、はい、ちょっと挟んじゃってる、いいいいいい、メームの次回ボリューム6になりまして、5周年記念公演になりますが、が、SDN の、はい、スペースドラマネクスト2018に参加させていただいてて、それが、12月の22から24、今年のクリスマスです。クリスマスはぜひ、ね、メームを見に来てください。はい、はいはい、以上です。どんな作品かまだ決まってないけど、これから鋭意という、今あの、うん、やっとプロットが出来上がったところ、なるほど、はい、なるほど、今から書き始めるところ、うんうんうん、はい、分かりました、じゃあそれも気にしていただいてまだ先やけどねっていう感じですね、はい、で、はい、あなたは、はい、全く加藤さんのところと全く同じ日程にですね、はい、あの青のマクベスというあのシェイクスピアのマクベスをモチーフにした作品をします。かぶってんねんね、そこも。かぶってるんです。そういう意味で。いやいやし、それをモチーフにしてるっていうのもかぶってる。ちなみに余談なんですけど、春子ちゃんのお父様が高校演劇の顧問をされてて、私の母も高校演劇の顧問をされてて、めっちゃ似てるのに、そう、こんな差つくか。でこれがですね、はい、あのうちの、脚本担当の中条っていうのがいるんですけど、はいはい、うん、はい、変な作品をよく書くんですね、うん、で中条が18歳の時に「青のマクベス」という作品を書いたんですよ、うん、1回で書いて、うちの劇団 の、 あの初期メンバーで1回上演している作品なんですよ、あ、その1期目のお母さんやらがいる時の、そうなんですよ、でやった作品で、はい、あのまあマクベスをモチーフにしてるんですけど、まあ、なんか陶芸家、マクベスが陶芸家で、陶芸家マクベスが目指す最高の作品とは何かみたいな話、マクベスだ、それはすごいね、そこでもう結構はてなってなっちゃうね、で、あの中条、あのシェイクスピア言葉遊びよくするじゃないですか、うんうんうん、でね、この作品何かって、うん、その言葉遊びを中条が最後の方入れてるんですけど、18歳の少年がこれ思いつくってエグになって身内で思うぐらい、すげえな中条と思ったんですよ、まあ、身内が褒めるぐらいのいい表現が使われてるってことですか、人間的にはよろしないんですけどその マイナスイメージ入れていいか全部すごいすごいでいいと思うよ、本当すごいなと思って、うんうんうん、であのその初演の方はですね、はい、あのマクベスがすごいあの地震化ゆえに足元救われるっていう人やったんですけど、再演の方はちょっと人間の欲望をもっとこう濃くしたいなと、色濃くしたいなということで、私が殉職っていう形で入ってるんですよ、で入っててちょっと書き直しが起こってまして、その欲望っていうのをテーマに置いてるんで、そのマクベスがなぜそのあのトップを取りたいのかっていうのは、その別に地震ゆえじゃないと思ったんですよ、私逆に自信がないからトップを取れるというか王冠が欲しいというか、誰かの上に立ちたいという欲が生まれるのであって、それってでもこう普遍的なことじゃないですか、マウンティングの話なんですけど、こう人のそれぞれの欲望っていうのが、まあ、限りないんですけど、欲望ってまあ何やろっていう感じで、どっから生まれるんやろみたいなちょっと哲学的な感じになってるんですけど、まあ、でもあのうちの劇団ちょっとあの、まあ、暗いんですけど、これも暗いんですけどあのエンタメがすごいです、今回は。あのまあ、あの私すごいあの4年前に外箱町さん出させていただいたんですけど、まあ、それ以来盾は絶対二度としないと思ってたんですけど、はい、盾をやることになりました、盾も見どころ、まあ、でもマクベスつったらね、最後のシーンとかのね、うん、イメージありますから、ね、すごい派手にお送りしたいなと思ってまして、うん、劇団史上一番派手にしたいなっていう作品です、うん、なるほどなるほど、ちなみにもう一個あるんですけど、はいはいはい、あの派手な作品といえばあのこちらが今まで一番あの劇団の史上派手な作品だったんですけど、うんうん、去年のですねあのスペースドラマ、はですね、はい、にあの出させていただいた時の作品でして、うんうん、あのこの作品がですね今感激
カンフェス。カンフェス。はい。三宅三昧のカンフェス。手のひらフェスティバル。手のひらフェスティバルで、公開、参加します。参加します。はい、かつ、来週 SP 水曜劇場に出てきます。そうなんですね。はい、でこれ何かって言いますと、あの大正時代に倉田百蔵っていう人が書いためっちゃお堅い宗教劇があるんですよ、出家とその弟子っていう。でそれをいかにエンタメにするかっていうチャレンジをした作品でして、で作品はね結構そのそれこそ親鸞のお話というかね、はい、なんかそういうのは言わないんやね。作品は親鸞、そうですね、親鸞とあのもう原作は、浄土真宗の開祖親鸞とあのその弟子唯円 の, あの愛と信仰の話なんですけど、あのちょっとこっちになると変わりまして、親鸞の息子で善鸞っていう全然描かれなかった人が実際いたんですけど、その人があの宗教上結構悪者にされてる節があるんですけど、その実はその善鸞はそうじゃないんじゃないかっていう話が、う、ね、あのこっちが、それが多分面白いところやと思いますね、はい、善鸞の葛藤みたいな、その一番原作の一番ラストに親鸞が死ぬ時が一番ラストのシーンなんですけど、お前は御仏を信じてるかって聞かれて善鸞が分かりませんって答えるんですけど、原作で、であの原作であまり描かれてないんで、なんで分かりませんって言ったのかちょっとよく分かんないんですけど、なぜ善鸞が父の死に目でも信仰できないって言ってしまったのかっていうのがあの描かれている作品です。ちなみに、はい、ちなみに、この作品がですね、あのテアトル新人劇場の最終4作に残りました。あ、そうなんですね、素晴らしい、残りました、うん、なのであのちょっとあの梅劇団難しいなっていうのでちょっと敬遠されてた方も、これは結構あの結構万人に愛していただいた作品なので、これだとちょっとつきやすいかなと思うので、ぜひあの一度見ていただけたらなと思います。はいはい、はい、以上です。で、はい、これをしに来ましたもんね。これをしに来ました。ご満足ですか。はい、そうなんです。何忘れてました、はい、あの発信企画というのをやってた、はい、そうなんです。そうなんです。谷口さんは関係ない。ちょっとね、そうです、そうです、あのそっちせーの、あのですね、このまあ同時期にやってるんですけれども、あのはしごでですね、あのカタファルステージさんのチケットの半券をうちにお持ちいただいたら、受付であの300円オフにさせていただいたりとか、その逆もしかりみたいな感じのことが起こります。なので、うん、あのシェイクスピア月間ということで、はい、喜劇と悲劇、ね、はい、両方楽しんで、全然違う、全然違うと思うんで、できればね、両方はしごで見たりね、そうそうそう、どっち先に見るかとかもね、無名劇団のチラシを持って、うんうん、しかもチラシ最初に配ってた仮チラシ、ね、仮チラシ3枚持ってきたら600円。いや、それは無理なんです。あ、無理なんです。ごめんなさい。一応ね、そこは確認しとかないと、でんやけってなったら、でんてたやんけ、併用は無理なんです。併用は無理、どっちかのサービスしか受けない。なるほど、なるほど、なるほど、大事なところ、大丈夫です、はい、じゃあ、はい、ぜひぜひ両方とも見ていただければと思います。チラシ3つないぞっていう人は、これ貸してもらって見に行って300円オフにしてもらったらいいですね。まとめてもらった。会場どこでしたっけ？ありがとうございます。大天院です。浄土宗大天院本堂です。十層から大天院は1時間あったら走る。ありがとうございます。私この前その十層のあのカフェスローで4時終演したのに、5時開演の大天院ダッシュして間に合ったの。はしご情報もなかなかですね。できます、全然できます、うん、しかもカフェスローほど歩かなくていいですからね、ブラックボックスね。そうね、割と近いから、うん、行きましょう。ぜひぜひこの順で見ていただければ。その日にはしごせんでもいいわけやろ。ああ、 そうでもその日ね、なんか一緒に一緒の感あるからあれ、ね、別日でもいいってことですね。別日でも全然、はい、全然大丈夫でした。どっちを先かですよね。そうね、どっちを先か。はい、そのままですかね。はい、ありがとうございます、はい、私どもありますか。僕はあれです、正義感を絶賛活動中でございまして、はい、4月の13日から22日まで計10日間14ステージ、さっき言ってあった浄土宗大天院本堂でやります。4000円です。どうぞよろしくお願いします。豪華メンツで、はい、豪華メンツでやっております。私もまたあります。これです、波麗橋
という、これ広瀬さん関係あるの？あのね、これか何も書いてないんですけどね、はい、またトークをするんです。ああ、特別にトーク演劇なんです。泉さんの格好書き。そうそうそう。あ、そっか。先週先々週もね、トークしてましたけど、またトークをします。これがね、作品的にフォーラムエンターズシアターっていう風に銘打たれて、なんやねんって言うたら、ちょっとお芝居があって、でその後にエチュードがあるんですよ。ほうほう。でなんかこのお芝居がめっちゃ悩んでる人が、そのちょうどお天院でやるんでね、あのお坊さんになんか悩みを相談しに行く、このキャラクターが相談しに行くって、ここはエチュードなんですよ。だからで最後に、まあ、みんな交えてフォーラムみたいなのをしますよっていう、まあ、トークというかね、これがセットになってるものなんで、なんかその女性の悩みであるだとかが、まあ、虚構からこう現実になっていくというか、その境目が曖昧になっていくというのが体験として面白いんじゃないかなと。一瞬で終わるってことですか？まあ、最後はトークで終わるから、もうリアルなこの喋ってる感じで終わる。エチュードがあって、それがそのままエチュードからそのままトークに入っていくんですか？いや、いか、多分そこは区切る。その物語としては、ある程度で、そうそう、終わるけれど、っていう感じ。でも多分そこからシームレスにそういくんやと思う。というのをやってるらしいです。はい。で、私は、この、まあ、喋るこの流れの後にまたトーク。もう一回トークって。この形式がどうなんだという話を、まあ、ちょっとお話ししようかと。あと一応私も今大手院に勤めてるわけじゃないんですけど、まあ、そういう執行部というのがあって、それの役員をやっておりますので、その企画としてどうなんだ、演劇とその社会との結びつきはどうなんだみたいなお固めな喋りもやるんです、私。そうそう、なるほど。そういうお話だけじゃないですね。そっちがメイン。そういうこともまあまあ、そこでもなんか、なんか海田さんがねやってるから、海田さん女性関係どうなんですかとか言うかもしれへんけど、そう、まあまあ、でもそういうお話をさせていただこうかなと思いますね。もしよろしければ、3月18日19日日曜日月曜日どちらとも19時半から開演でございます。日曜日の19時半の終わった後、1時間40分ぐらいかな、お芝居やって、その後のトークに私18日のみ出演しますという感じでございます、ね。そうか、エチュードで、はい、じゃあ似せてあるってことは2つとも全然違う。そう、だから違う人がやってる。あ、違う人が。村井さんと龍崎さんと川上さんがなんかそれぞれ出る出えへんみたいな。そのエチュードの時は1日目は川上由香さんが出て、2日目は龍崎さんが、龍崎大地さんが出るとか、そんな感じでございます、はい。ちょっとややこしいかなと思うけど、まあまあそんな感じですので、面白いと思う。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、めっちゃ宣伝した。なんか僕は特に何もないんで、映画交互期待。え、映画、あ、そうですね、映画撮ってます、頑張ります。しんどい。頭とラスト、楽しい言って、楽しい言った方がみんな見に来ようかなって思うから、ね、あ、楽しいですけどね。いや、あの、できてるもんは今のところ面白いなと思いながら持ってるんですけど、いや、まだクライマックスを何と言ってもまだ撮ってないので、そっか、こっから台無しにすることも俺の俺次第なんです。プレッシャーが半端ないね。そうそうそう、マイク愛おしいですね。ので頑張ります。はい、遠くまで行ってきます。はい、そうですね。今週またロケ行ってきます。はい、ありがとうございます。痩せるよ。そんなところですかね。今月は、はい、で来月はまたやるんでしたかね。来月はもう決まってますね。ほぼほぼね、はい、まだワットっていう状態。あ、来月ですか。来月は、はい、いや、もうあの、はい、やることは決まってます、ね、はい、ある程度の人も決まってますもんね。そうですね、だから言っていいやつ、言っていいところまで言うと、あの、はい、あれです、映像を作る演劇人っていう会をやろうやと思う。ね、うん、どういう経緯でこれをやることになったかというと、もうあと5回で終わるかもみたいな適当なこと言ったら、うんうんうん、一撃川原先生が本気にされまして、はい、終わるんやったらやらせてくれよって。それをちょっと2ヶ月ぐらい続けてやってみようかなっていう、映像編集する、はい、3月4月とという感じですね。無名劇団の泉さんもね、はいはい、あ、そうですね、映像見学とか、見学でお願いします。いいかもしれないです、はい、3月は川原、うん、たけしさんと、はい、一撃屋の、ノルカソルカの武田和明さん、ノルカソルカね、はい、4月は、武田和明さんそのまま、はい、一人、赤星真さんです。赤星さん、はい、明日ですよ、赤星さん、明日からがね、映像とそうですよ、そうですよ、コラボしてね、旬な感じ、映像エンターテインメント、
元気ですよねっていう感じなので、はい、その辺のお話もぜひぜひそちらの方もご覧いただければと思っております。じゃあ終わりましょうか。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。